北勝義は福岡県福岡市出身の元プロ野球選手、元コーチ。愛称は木田後。現在は株式会社ドームに勤務する会社員であり、また YouTuber ーーとしても活動している。妻は元モデルの北綾子。高宮翔さんでボーイズリーグ平和大で投手として野球を始める。沖学園高等学校は外野手に転校し、 通算32本塁打。福岡大学では、守となり、1年秋の対北九州対戦で、代打で初打席初級を本塁打。愛木隆史とバッテリーを組んで大学選手権に出場した3年時には、大学選抜の一員として、中南米に遠征し、3試合で4番を打つ。4年秋に、再び外野手に戻り、明治神宮大会で本塁打。 大学通算9本塁打、ベスト9保守3回、打点を2回優秀選手、本塁打を各1回。父親は元大相撲力士。背筋200キロ超、握力70キロ。2001年のドラフト会議で、阪神タイガースが7巡目で指名し入団。背番号は22。阪神入団後に内野手へコンバートする。2002年に行われた第14回。 アジア競技大会野球日本代表に参加し、チームの主軸として6試合で3本塁打を記録。チームの銅メダル獲得に貢献した。2003年7月13日のフレッシュオールスターゲームで、一時は逆転となる3、ラン本塁打を放って、MVP 最有力となったが、その後に登板した3東洋が打たれて、再逆転を許したため、優秀選手賞に留まった。 9月27日の対中日ドラゴンズ戦では、大塚秋ノから1軍初打席で、初安打を放った。2004年より、背番号を55に変更。2005年は、ウエスタンリーグで打率。303.21本塁が、55打点、超打率。631と活躍したが、1軍には定着できなかった。2006年もウエスタンリーグで打率。 278.14本塁打、56打点、8盗塁を記録し、本塁打、打点、安打、得点はリーグ最多を記録した。シーズン終盤には1軍でプロ初打点も挙げるが、定着することができなかった。千葉ロッテマリーンズと対戦した、同年のファーム、日本選手権では、桜井光大、藤原通と共に、ナルセヨシヒサから3者連続本塁打を放った。 2007年5月21日に山田信介との交換トレードで広島東洋カープへ移籍。背番号は44となった。移籍後すぐに一軍へ上がり、5月22日の交流戦、対オリックスバファローズ戦では7番、指名打者としてスタメン出場。広島での初打席をランスカーターからアンダで飾った。5月30日の対ロッテ戦では、清水直行から、 プロ初本塁打を放った。一時は打率3割を超えて右翼種のレギュラーに定着するように見えたが、8月後半から約1ヶ月にわたってアンダーが全く出ず、打率を下げてしまった。阪神時代は5年間で8試合しか一軍出場がなかったが、この年だけで67試合に出場し、打率247.3本塁打を記録した。2008年から、 登録名を生徒名の間を区切らない、北強しに変更し、ユニフォームのセネーム表記も、木田、号となった。2010年5月17日に、長谷川正幸と共に、迎え雄一郎との交換トレードでオリックスへ移籍。背番号は40となった。交流戦中は主に代打で起用され、同年6月7日の対広島戦では、代打で安打を放ち、 プロ野球新記録となる10人連続安打の一員となった。交流戦終了後に降格するが、9月29日の対ロッテ戦で再昇格、スタメン起用され、右翼フェンス直撃の時にルイ打を放った。同年12月14日に、寺原隼と高宮和也との交換トレードで、山本翔吾と共に横浜ベスターズへ移籍、背番号は阪神時代以来の55、 登録名は引き続き北強しとなる。横浜移籍後の2011年は一軍出場なしに終わり、同年10月9日に戦力外通告を受けた。12月2日に自由契約公示され、その後行われた12球団合同トライアウトを受験したが、獲得球団が現れず、現役を引退。2012年、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスの 嘆きコーチに就任したが、前期が終了した6月30日をもって、家庭の事情による本人からの申し出を理由に、辞任した。徳島新聞によると、北は6月5日の練習の際に、選手数人を態度が悪いとして、平手打ちで横断。翌日に、選手の親から球団に連絡があり、6月10日より、謹慎の処分を受けた後に隕石辞任したとされている。 暴力を受けた選手の一人は6月15日付で退団した。その後は妻から1年以内に仕事が見つからなかったら離婚しましょうと告げられ業種を問わず就職活動を行った結果、スポーツ用品アンダーアーマーの販売代理店である株式会社ドームに就職。現在はマーケティング部で野球全般の責任者を務める。2020年1月からは YouTube チャンネル、キダゴ CH を開設し、YouTuber 活動も開始。チャンネルでは、柳田裕樹や今宮健太ら、アンダーアーマー契約選手に話を聞いたり、野球道具の紹介、バッティング理論の解説、現役時代の裏話など、週に3本のペースで野球に関する動画を投稿している。他、YouTube 以外に Instagram、Twitter、Facebook、 tiktok, ノートフォロー ME など各種 SNS を仕事で駆使している。パンチ力を武器に、阪神時代は2軍で2年連続の本塁打と打点の2冠王を獲得している。阪神時代の2006年、2軍の対広島戦で、一塁を守る北に、キダー、キダー、と呼ぶ声が。声の主は当時広島一軍監督のマーティブラウンで、あり、キダー。 広島に来いって片言の日本語で僕を手招きしているんです。その時は一体この人何を言ってるんだろうと思いましたけどと振り返っている。翌年に広島遺跡が決まり、ブラウンからは楽しんでやりなさい。失敗しても切り替えてやれば大丈夫と声をかけられ、阪神時代は毎日毎日怒られてばかり。読んだ4打数四アンダーを打っても怒られてましたから、この一言で、 すごく気持ちが楽になりましたと振り返っている。ありがとうございます。